単子葉植物とは、皮脂植物のうち一枚の使用を持つことで特徴付けられている植物の一群のことであり、総子葉植物としばしば対比される。分子系統解析の知見によれば、単系統群である単子葉類に対し、皮脂植物から単子葉植物を除いた総子葉類は、側系統群である。皮脂植物の進化の初期に、 原始的な非植物のいくつかのグループが分岐し、その後に単子葉植物が分岐した。単子葉類と姉妹群を作るのが新生総子葉植物である。総子葉植物に比べ、単子葉植物は形態に共通点が多い。単子葉植物はその大部分が創本であり、木元になるものが少ない。ヤシ 千年木などの樹木では、材の構造が創始用植物などのそれとかなり異なっており、遺タ束が散在する不正中心柱を作る。また、根についても主根がはっきりしない、ヒゲ根ばかりのものが多い。葉の形は基本的に細長く、葉脈が平行脈であることも共通する特徴の一つである。細く立った葉は、 周囲の様々な方向からの副射光を受けるのに有利と考えられ、総子葉植物の葉が水平に広がって直射光を受けるのに特化しているのと対照的である。このような構造は草原において有利なようで、単子葉類が優先する草原は数多い。花は外花飛散、内花飛散が基本で壁が6枚に見えるもの、あるいは額3枚。 花弁三枚に見えるものが多い。あるいは、それらの倍数のものも多い。植物のトガの中で最も多くの種が知られている、卵化は、花や種子の構造が特殊化しており、中媒下、風散布種子として特に進化したものと考えられている。一方、稲科は単子葉植物の中で2番目に、多くの種が記載されているトガであり、多くの有用植物を含む重要なトガである。 はやつり草かとともに、風媒による受粉を行う方向へ二次的に進化したもので、花弁は退化し、いくつもの花が包みに包まれて一つの花のような形に進化したものをつける。また、海水中に進出した出植物はすべてこれに含まれる。単子葉類は11目からなる。生地隠し目の姉妹群として4つの芽を含む、強草類を設定している。過去の APG では、 桜井草花及びダシポゴンカは、系統の詳細が不明であり、特定の木に属していなかったが、2009年に公開された APG3 において、桜井草花の実が属する桜井草目が設置され、2016年の APG4 において、ダシポゴンカは、ヤシカの姉妹群として、ヤシメに置かれた。5つのアコウを立てている。アコウを立てていない。 ランメが最も進化の進んだものであるとして、単子養植物の末尾に位置させている。ありがとうございます。